はい、皆さんこんにちは。ただいま愛知県庁の前に来ております。ずっしりとした歴史を感じる建物です。国指定の重要文化財に登録されています。昭和13年竣工の建物です。一方こちらは名古屋市役所、これも歴史がありそうですね。それもそのはず、これも国指定重要文化財ですけれども、昭和8年の竣工です。愛知県庁よりも古いです。さて今日は市役所に遊びに来たわけではありません。ここは市役所のバス停です。この市役所は路線バスのバス停ではあるんですけれども、機関バスという種類のバスが通っています。ちょっとアスファルトの色も違いますよね。赤っぽくなっています。この機関バス BRT の一種であると考えていいと思います。ちなみに名古屋にはユトリートラインというバスもあります。ガイドウェイ式のバスになります。これも BRT の一種と言われています。名古屋は少しユニークなタイプのバスが多いようです。今回は機関バスに実際に乗ってみたいと思います。それではよろしくお願いいたします。バス専用レーンは設定されていますけれども、平日の通勤通学の時間帯に限定されています。料金は大人210円、子供100円、交通系 IC カードが使えます。今回乗ります機関バス2系統に関しましては、後ろの扉からの乗車となります。料金は後払いです。動画の前半では機関バスを外側から見ていきたいと思います。こちらが機関バスです。見た目は普通の路線バスです。赤色に沿ってバスも走ります。あ、もう一台来ました。これも機関バスです。この機関バスを象徴する奇妙なものが見えます。左折の矢印と右折の矢印がぶつかっています。この矢印の通りだとぶつかってしまいそうですけれども、実際そんなことはありません。どのような仕掛けがされているのか見ていきたいと思います。では今映っていますこのバスの動きを追いかけましょう。あ、またもう一台来ました。機関バスが左折のレーンに入りました。交差点の手前、市役所のバス停にまず止まります。左向きの矢印が出ました。あ、バスが走り始めます。機関バス左折、今左折のみ可能な状態です。信号の矢印変わりまして、今直進のみ可能です。左折も右折もできません。今度は右折のみ可能になりました。このように信号によって方向別に細かくコントロールされていますので、左折と右折がぶつかるということもありません。まあ、細かく右左と矢印出ますので煩わしさはありますけれども、安全は保たれています。境まで歩いてきました。境から機関バスに乗りたいと思います。バス乗り場はここではありません。ここは降車専用です。名古屋テレビ塔です。解説が少々長くなりましたが、ここから先は機関バスに乗りまして、全面展望を中心にお届けしていきたいと思います。機関バスは栄バスターミナルから出ています。今回乗りますのは機関バス2系統3番乗り場から出ています。栄から引山まで利用します。こちらが時刻表です。平日朝と夕方を中心に多めになっていますけれども、昼間の時間帯は10分間隔です。朝と夕方は5分間隔くらいになってますね。機関バス2系統引山行き、所要時間引山まで38分です。境の周辺は機関バス用のレーンというのはまだ存在しません。さてこの先いよいよ機関バス用のレーンが登場します。アスファルトが赤くなりました。わかりやすい色分けですね。機関バスレーンです。バス停同士の間隔が通常の路線バスより長めに設定されていますので、標定速度は速めです。また平日の通勤通学時間帯は専用レーンとなりますので、渋滞の影響を受けにくいです。
愛知県庁の前を通ります。現在この信号は直進のみ可能です。今ピロンピロンと音鳴ってますけど、これは何の音でしょうね。バスの車内の音だと思います。速度に関する警告音でしょうか。さて、先ほど訪れました市役所のバス停です。赤い舗装に沿って右に曲がります。直感的で分かりやすい表示ですね。ところどころ基幹バスレーンからの離脱を促す表示がされています。平日の朝という方以外は一般車両の走行も可能ですけれども、あまり推奨していないということでしょうか。まあ、名古屋の運転にあまり慣れていない方は避けた方が無難かと思います。あれ、色が消えましたね。他の車線と同じ色になってしまいました。ここからまた復活です。バスレーンをトラックが走っています。今は昼間の時間帯ですので特に問題ないと思います。車線が片側2車線と少なくなりましたが、バスレーンは存続しています。バスレーンが3車線のうちの真ん中になりました。その代わり信号には矢印がありません。時差式ではありますが普通の信号です。引き山まではあと1キロです。はい、ではまもなく終点の引き山です。バスが車線を変更しました。バスレーンから外れました。引き山のバス停はロータリー状になっていまして、そのロータリーは左側に設置されています。左折のため左車線に移りました。アスファルトの色も戻りましたね。基幹バスレーンここまでです。引き山に到着、境から46分ほどかかりました。では今回は名古屋の真ん中を走る不思議なバス、基幹バスを利用しました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。